メか。やった。やった。嬉しい、これは大満足。スランプ抜けた。11月7日です。100キロ級取りました。2日ぐらい前にでかいの逃がして、ちょっとスランプ気味だったんですけど、でかいの取りました。100キロはあります。100キロはあります。今、引き出しの応援の電話を親父にかけました。誰か火星が来ると思います。獲物はかなりでかいですね。牙もみはオスですね。オスのでかいです。30巻クラスですね。一回飛び出してくるところ一発撃って当たったと思うんですけど、そのまま飛ばれちゃってここで止めてましたけど、どっか多分いいところに当たってると思います。今から弾痕調べますね。念のためで血抜きもします。最後、最後これですね。耳の後ろ脳筋ペインやってます。ホスラグスの、ね、その前にどっか一発当たってると思うんで、ちょっと血抜きして調べます。喉のとこからまっすぐ入れていって心臓に一番近いとこですね。ちょっとサクって、はい、こういう風に流れますね。血がじゃーって流れますね。で、断行しちゃいます。フィニッシュがこれやから、そんなにどっかいいとこ当たってると思うんですよね。あ、これか、腹か、腹だ。横腹です。横腹。あとは弾痕はない。3発撃って、最初の1発目か、多分2発目と思いますね。最初の1発が当たらなくて、そして砂の中に飛び込むとき慌てて撃ったんですけど、それが横腹にスラッグが当たって、ここで止まりましたね。で、そして僕が寄って、頭、コースに撃ちました。はい、だいぶでかいです。はい、取りました。一回切ります。